外反母趾角40度って入れると、まあ、答え一発で換算されるんですね。こんなソフトないと思います。で、オーダー靴外反母趾対応シューズを世界にって言って、先ほど田村さんも言われたように、e コマース絶対面白いと思うんですよ。20% ずつ、それも僕も承知してます。日経にバンバン書いてますね。書いてありますね。でも靴って、もう一回、これも田村さんも指摘されてたんですけど、e コマース化しにくい商材なんです。で、究極そのたくさん靴を送っといて合わせて返品する、それ SDGs 的にももったいないですね。本来は足ピシャッとあった方がいいで、私は思うんですけど、この中でコンタクトの人いません？コンタクトの人、コンタクトの人、コンタクトの方って、僕も目切っちゃったんでコンタクトじゃないんですけど、実は昔眼科行って1時間半ぐらいかかれたんだ。かかったでしょ。それが今自分のデータあるとネットで買えるよね。眼科に戻ります？戻んないでしょ。これね、皆さん真面目、これ結構真面目な話なんですけど、きちっと足をデータができたら、実は e コマースの方が足に合うっていう時代来ます。これ今橋本君のところで10万円15万30万のオーダー靴っていうから、って思うかもしれませんけど、じゃあ9800円のオーダー靴だったらどうします？売れると思いません？9800円のぴったり足に合う靴って言うんですよ。要はぼーっとしとるとそのまま取り残されて、そういう若い子が新しい発想で売るやつにごぼう抜きされますよ。ネットにたけたやつ、例えばネットにたけた若い子と僕が組んじゃえばすぐできます。もう一回言いますね。9800円ぐらいでぴったり合う靴だったら、靴の売り方自体が変わると思いません？実は今、この先ほどのシートをソックスにしようとしています。靴下で測るっていう特許も取りました。要は、なんていうのかな。さっきのシートはキュッと足を巻くんですけど、そこにコツがいるというか、器用不器用が出る。まあ職人ならすぐできます。でもそれ一般消費者ができるかというと問題がある。でさっき言った Z マットだって誰でもできるようにって目指してるけど、フィット率 80% ようそんなんで出したかと思うんですね。パーセントで職人だったら 100% を目指せっていうことで、ちゃんと合わせなきゃいけないと思います。でそれを靴下で実現しようとしています。まあこんなことです。第1部はここまでなんで、でアップモストは全ての OS に対応って言ってるのは、僕のシステム、このスマホでも iPad でもパソコンでもどこからでもやれるようになってます。まあそんなことですけど、ここまでで何かご質問ありませんか？だいたい質疑応答30分取ろうとしてたんですけど、今時36分、あと24ですね。何かご意見ないですか？私でも JSTF 橋本でも、警察庁の田村さんでも、じゃあ緑、よく見えない、緑って何て書いてあるんですか？緑、来場者、
そういうことはお客様ということですね。その一番右の方、何かご質問ないですか。そうですか。どうぞ。今ちょっと途中からちょっと参加させてもらったものなんですが、あのパラシューネットのお仕事をします。あのインターネットで靴の販売しております。で、あの自分もあのインターネットで販売しているので、こういう、まあ、途中からちょっと聞いたら本当に大変申し訳ないんですけども、あのオーダー靴をインターネットで販売できたらいいなってずっと思っていたんですけど、やはり足に合わせるのがすごく難しいと。足に既製靴っていうのは足にちょっと合わなくてもフレームにならないんですけど、オーダー靴の場合はこういった形で販売しても合わない場合は再注文とか再調整とか、あの足ってこう24時間で変化していくし、あの体調によっても測った時と違う場合があるので、そういった販売した後ものケアが難しいんじゃないかなと思うんですけど、その辺をこうカバーできる何かこうあのですか。そういう、はい、了解。僕、あの私と橋本2人が答えますけど、はい、僕はシステムを作ったりそういうことですね。で、彼はあの、まあ、30万ぐらいとか10万その高級なオーダー靴を売ってる、製造してることですね。で、まずあのシステムの方から言います。実はあの今 M 社で13年の実績があると言いましたけど、オーダー靴の方が実はトラブル少ないんです。これアパレルに聞いてください。鶴市の1万9800円のスーツ買う人と30万のオーダースーツ買う人とどっちがクレーム多いかって話です。あの青鹿さんのこと丸井さんなんで、実は安物の方がクレーム多いんですよね。うん。で、また高級物っていうのは作り手もプロなんでちゃんと合わせます。で、インターネットで販売してるってことはめちゃめちゃ面白いです。実は先ほども言いましたけど、僕は将来 e コマースの方が足に合うようにできると思う。なぜか、足をデータ化するからです。一旦足をデータに転換してそれで作るっていう癖を作れば、どう言ったらいいかな、あの出るコンピューターあるじゃないですか。出るコンピューターってネットで買いますよね。で、メモリ何にハードいくつって言って、あれ実は全部バラバラじゃないですか。オーダーですよね。でもあれ生産工程を見たことあるんですけど、全部流れ作業で一つずつの仕様書がついて、ねじ切りはねじ切りってやるんですよ。で、もっと言えば靴業界の人は神業っていうか天才だなのかもしれませんけど、用も用も見込み発注するなと僕は思いますよ。僕の地元はトヨタなんですけど、僕はアジトヨタなんで、トヨタもありませんけどね、トヨタ全部オーダーですよ。今日明日あの現金払うから車持ってこいっても絶対持ってこれませんよ。なんでかというと全てオーダーで作ってるから。あの2割1の稼ぎ頭トヨタでさえオーダーというか、あの要は見込み発注しないのに靴業界の方はすげえなと僕は思います。はい、次あの作り手から。作り手から言うと、納めるのに、仮合わせっていうのをやるんで、そこからあのもうほぼデータが僕の M 社の方を作ってたりするんですけど、そこで言うと外すってことはまずあんまりありえない。だからこれからその e コマースとかそういうのでやっていく中で、ちゃんと作り手がついてやってるところって多分ないんです。でその中でデータ化されて、それを僕らが聞くってして、それを僕もちょっと最初は疑ってたんですけど、それが意外とダブダブって言ってね、その部分ではすごくあの作り手の方からしても分かりやすいその数値が出るんで、それに合わせて僕らが作る。お久しぶりです。あの橋本さんって普段はインターネットでそのデータを見て、普段はお客様の足を見て作られる方が多いじゃないです
そのデータを見て、その足を見なくても大体想像できるものなんですか？そうですね、大体測るところがもう一定しちゃってるんで、数値を見て、あとは外角線があると本当はもっと分かりやすいんですけど、それでもう大体こう回りだったりというのは大体できる。他にありませんか。これ第2部でやるんですけど、今いいご質問があったんで、僕はこう思ってます。勘では靴は合わない。今靴は馴染んできますとか言って、革だから伸びますとかってやってるんですけど、僕らからすると完全に型崩れです。オーダーできちっと合わせてあれば崩れてきません。10年履いても、要は足と木型がほぼ一致してたら、それは革だから伸びますよ。若干は雨の日なんかドクッと伸びますね。革っていうのは、革とか骨っていうのは水で加工するんですけど、そういった状態になるとなるんですけど、革ですから馴染んできますっていうのはものすごい抵抗あるんです。これで消費者よう騙されてるんですよ。店頭で、特にパンプスね、女性の方は覚えがあると思うんですけど、店頭で履ける、あ、大丈夫です、革ですから馴染んできます言われたことない。で、その言葉を信じて買ったのに、歩き始めると言った、歩けない。それが僕らの業界の常でした。もっと真面目にやりましょう、ちゃんと合わせましょうよって話なんですね。革ですから馴染んできますは最悪、正確には型崩れであり、お客様が不信をいただきますと。でここ女性が言うと面白いんですけど、去年ある職業専門学校で35人に教えました。いろいろね、靴のフィッティングとかを。その時にやったんですけど、女性の人にまず下駄箱の靴を思い浮かべてください。そうするとまあそれぞれあるじゃないですか。実はこれ70と書きましたけど、硬い線で、その時は35人8割の靴はね履いてないんですよ。20足ぐらい持ってる人だと4足しか履き回さない。内山さんどう？その通り。そちらの女性はどう？2割しか履かないでしょ。いやいや、私は3割履くとか言うんだったらどうですか？同じぐらい。ここに実は勝機があるんですね。だってそうじゃないですか、8割の靴履かないって言うんだったら、要は3倍とか4倍の値段出してもトータルの金額変わんないわけでしょ。で今婦人靴 のマックスが2万円だとしたら、別に履く靴だったら5万円は安いわけです。7万円は安いわけです。だから、この4月からレディスのオーダーを発売開始しようと思ってますけど、そこには絶対の市場があります。っていうか、一度オーダーで履いてみたくないです。例えば4万8千円って言ったらどうです？でしょ。で実はうちの田舎の M 百貨店、みんな M なんですけどね、こっちはね。でテスト販売したことあるんですけど、めっちゃおもろかったな。その時は3万8千円と4万8千円で売ったんですけどね、女性迷って絶対買うんです。で土日に13足かなんか売れて、いきなりそこの店長が、靴売りはいきなりボーンと売り上げが上がったもんだから驚いて店長が来たんですけど、でその時僕が実際テストでやってみようと思ったんで分かるんですけど、売り方は簡単、特に女性は大丈夫ですかって言うと、男性はね真面目に経済考えるから財布懐ぐらい考えるんだけど、女性は特に主婦の方は、いや欲しいとか言って言われて、で買う時にどうしたか、大丈夫ですかって、ああ今月カレーが多くなる、食費を削るらしいですよね。なかなか今日手強いですね皆さん。
ね、まあこんな感じですけど他にありませんか。あと10分あ、青鹿さんが見えてるんでどうぞ一言どうぞ PR してください。ありがとうございます。あの斉藤区議会議員の大石と申します。今あの渋沢栄一の万博とか、ね、あの NHK で放映されてますけども、あれ見てもやはり伝統が本当にできないし、そういう中で言うと斉藤区の自治会系の部分は私がやっぱ革製品であると思いまして、大石さんとあの橋本さんとはずっといつもお話を聞いているところで、今日私聞いた内容も事前にお話は聞いてたんですけど。せっかく田村さんも聞いてますので、ぜひちょっとお伺いしたいのは、斉藤区として、なんかこう、行政とどうつながっていくのかとか、その今一歩、これ今までやってきたのを、さらに今一歩やるために、ちょっとどういうことすればいいのか、ちょっともし教えていただければと思って、今日は参加させていただきます。いかがですか。はい、大変恐縮ですけれども、ちょっと経産省という立場で答えするのが今斉藤区職員としてという立場で答えていく方がいいのかちょっとあの板挟みなんで恐縮なんですけど、経産省側が見るとやはりですね斉藤区の浅草という地域は非常にやはり稀な地域として企画製品の生産地としてですね認識していて、やはり活性化するには浅草地域っていうのは外せないというふうに考えていると思います。 ですので、国側からすると一地域に対してどうこうっていうのはやはり難しいところもあるので、東京都さんとかと組みながらやはり